では宮崎県対福岡県の、試合の方ですね、お伝えしたいと思います。はい、まあ、福岡県の方はですね、先ほど北海道と試合してますんで、はい、宮崎県の方があの中継初登場ということ、はい、形になりますんで、まあ、こちらもですね、もう負けたら終わりという状況ですので、はい、まあ、当然ね、こう3位に食い込むには負けられない試合なんですけれども、はい、宮崎県はですね、先方が山田康幸選手、はい、次方が藤山一成選手、はい、副将が、酒井俊介選手、はい、取り出が出水高政選手、一方オーダー、はい、オーダーですね、はい、一方福岡の方はこちらオーダーかなり、いじってきましたね、先方河野勇樹選手、次方が、高橋茂樹選手、はい、副将が原田直之選手、そして取り出が木下純平選手となってます。はい、まあ、この両チームメンバーを見ても両チームとも強いですよね。いや、もう本当に強いですよ ね、福岡に至っては開幕戦優勝している河野、はい、昨日ベスト8に入った高橋、はい、っていうあの、まあ、2枚看板、ね、はい、まあ、やっぱり宮崎も、宮崎山田康之、はい、やっぱり、パーフェクトですね。最近はちょっとベスト8来てないんですけど、そうですね、昨年とかは一昨年では数回ベスト8顔出してる、はい、まあ、まあ、ビッグからの、うん、あの いい選手です。まあ、宮崎では間違いなくこう軸になってる選手でしょうね。はい、もちろん軸ですね、山田康之が、山田選手は1回戦で、4人抜きを果たしてますね。はい、はいはい、山田選手のプロフィールですけども、レーティング22、はい、宮崎県宮崎市出身ですね。小学校の時に野球をやって、はい、趣味が釣りと麻雀職業自営業、はい、まあ、自分でじゃあお店やられてるって、ね、そうですね、自分でダーツのお店をやってます、うん、はい、もうさっきも言いましたけど、これまた麻雀な趣味の人多いですね。なんかね、ダーツする人は麻雀とかパチンコ好きな人多いみたいですね。ギャンブル好きなんですかね。さあ、いよいよ、試合が間もなくですね、開始されます。先方山田康之選手対、河野勇輝選手の試合ですね、はい、これもでも非常に面白い試合ですね。もう九州では当然もうこの2人対戦なんかもかなり多いんじゃないですか。え、この2人の対戦っていうのも、まあ、いろんなところでもう九州では多いんじゃないですか。あ、もう多いです、多いです、本当に多いと思います。まあ、これ練習スローを見てても2人とももうなんていうかこう、まあ、安定したダーツっていう感じはありますよね。やっぱりいいフォームしてますよね。ただ河野に関してはちょっと傾いてますけどね、うん、だいぶ傾いてますね。だいぶ傾いてますけどね。でも山田康之もちょっと傾いてるんですけどね。確かに傾いてる。左右にこうちょうど分かれて傾いてますね。いやいや違う、あ、そう、左右にそう、右利きと左利きで本当。さあ、山田選手、まあ、宮崎山田選手先行で、まあ、クリケでしょうかね。 もちろんクリケだと思います。いや本当ですね、これ右が勝つか左が勝つか、右が勝つなんか沖縄のあの2人以外みんなクリケットですね、もうチョイスが、まあ、それが、まあ、一般的っちゃ一般的ですよね。うん、でも2人、いや、その多分クリケット一般が一般的だと思います。だって沖縄の2人にしても501をチョイスしてトンパチスタートさせましたね。さあ、セブンマークスタートですね、はい、もうこのレベルになってくると本当、はい、スタートがもうセブンマークとかそんな感じですよね。
キーパーちょっと厳しいですね。はい、でもこの2人がちょうど一緒にこうやって構えたら左右対称に左右対称になりそうな感じですよね。ナイスナイスセブン。どうなんですかね、これ傾くのってなんか僕疲れそうな気がするんですけど、ね、やっぱり傾くってことでまず、下半身に負担がかかるし、そうですよね、で逆に上半身にやっぱ張りっていうのが張りっていうのは、なんか背中とか背中にそういう感じしますもんね。張りとか深いですよね。そうですよね。まあ、これ2人ともまだ若いんですかね。そんなに若くないですよ。え、そうなんですか。もう30前ぐらいですよ。あ、30前はもう若くない。若くないでしょ。でも30前とかだったらまだ張りとか感じなくないですか。いや、そうですよ、ね、だからどうなん、でもバランス、立つバランスは絶対いいとは言えないと思うんですよ。そうですよね、うん、2人ともそしてね、肘がね内側に入ってるじゃないですか。はいはいはい。肘が内側に入る人っていうのはダーツ先で調整するんですよね、うん、ーダーツの先が、先、先の方向が、先、先って何か先が、先っぽがちゃんと先で調整するから、どうなんでしょうね。まあ器用といえば器用なんでしょうね。本当に肘中入ってますね。ですよね。傾く人は絶対入んないと、まあおかしいか、おかしいですね。そうです、そうです。ナイスダーツ。こういうね、やっぱ爆発力ありますね。ありますよね。これぐらいのも、はい。まあ、これくらいのレベルになってくると、本当に爆発力っていうのは感じますね。ですよね。ただ、ここ、ここのチャンスですよ。チャンスですね。はい。オーバーしてプッシュは失敗ですね。今のは弱い弱いオーバーですね。うん、そうですね。ここコーノはセブン、セブンでも厳しいですか。いやー、セブン、あ、セブン、まあですね、セブン一体、いや、ここトライ、トライ、トライいきますね、当然、はい、トライですよ。これでもう断然山田選手、まあ、山田ですね。ここですね。やっぱり真剣から上位に行けない、上位にっていうところなんですよね。壁なんでしょうね。予選はもう通過するんですよね、はいはい、予選抜けて、まあ、1回勝って2回勝って、はい、そこ通過っていうところですよね。なるほどですね。あそこきっちりした出し合いがあるんですけど、まあ、同じくちょっと今度も同じような年代今のはミス、根本的なミスじゃないと思うんですよ。まあ、その3本か2本かっていう差がやっぱ全然大きい差なんですよね。大きいですね。でもトッププレーヤーもその何て言うんですかね、枠は捉えてますもん、ね、捉えてますね。こういう狙いにいったところで、はい、でも狙いって枠さえ入らないっていうのがやっぱり見たいですね。カバーですけど、まあ、でも今度もここトリプル1本じゃオーバーしないですからね。そうです、そうです。でもう一回チャレンジですよね。そうですね。トライ、ナイス、ナイスカット。
ビッグラウンドじゃないですよね。まあそうですね、まあ最低限のところでしょうね、まあ、点差が14点差なんでね、まだまだ、まあ、ワンチャン、ワンチャンいいよね。あ、もう2本目外した段階でちょっと気持ちが、もうスタートでやっぱりスタートした時はもう完全に山田康之ペースだったじゃないですかね、やっぱ河野にここで、うん、河野選手ブル強いですもんね。この3本ナイス、ナイスアウト。さあ、逆転、逆転のゲーム展開でしたけれども、河野選手が取りました、はい。宮崎の、時報ですね、時報は藤山一生選手、レーティング21、宮崎県都の城市ですね、野球、テニス、テニス、はいはい、その他スポーツ歴、ラグビー、サッカー、水泳、不思議なスポーツですね。でも特技 50m 走ですよ足が速いんですね、足が速い、はい。ハマってること、釣り、結構釣り多いですね。いや宮崎はね結構釣りいいんですよ。あ、いい魚取れますか、うん、いや いい魚っていうか、結構こう多分磯釣りとか、はい、いいポイントあるんですよね。まあだってですね、九州で例えばルアーフィッシュ、ルアーでポーンとボアテから投げると、はい、多分高級、例えばアオリイカとか釣れますからね。そうですよ、それがもうその場でさばいて食えたり、食えたりって食べれたりするんですよ。本当ですか、本当ですか、釣ったことは、いや、イカはないですけど、僕はあの、コバンザメ釣ったことありますよ。コバンザメ、サメ、サメ、へー。まあ、まあそんなこんなで試合は始まってしまいましたけれども、はい、藤山一生選手先行のクリケットですね、はい。藤山選手もいい選手ですよ。あ、そうなんですね、はい。僕ちょっと存じてないんですけども、まあのね、九州はあのやっぱほら遠いじゃないですか、はい、東京とか、はい、まあ関東関西も遠いし、でパーフェクトを一生懸命追っかけてる人はそんなに多くないですよね、はい。でも近くにあるときは参加するっていう選手も多くて、はい、実力ある子結構いるんですよね。あ、まあまあ、全体的に、ね、レベルは高いと思いますんで、はい。藤山選手もプロの、あ、藤山選手はすいません、おっ、確かプロ、分かんないです。まあまあまあ、まあ、今は19でね、うん、河野選手がオーバーしました。トライで、ナイス、ナイスダーツです、はい。河野もね、昨日いいダーツしてたんですよね。八千太郎ですね、はい、八千太郎選手に負けましたね。昨日の八千選手キレキレだったんですけど、どこで河野選手の試合はキレキレだったんですけど、その次の試合で、関東の野地選手に敗れました。野地選手です、はい、ああでも結構上位に来てますよね、野地選手も、はい、まあ予選6とか、ね、そうそう16、よくて8っていう感じですね、はい。そうですね、まあ、去年1回3位に入賞してますけども、まあ、八千選手との試合は、まあ、野地選手がちょっと爆発したっていう感じの内容だったので、あ、そうですか、はい。クリケット2回連続6点台って感じだったので、いやでも今はもう分からないですよね。あ、河野選手うまー来ましたね、ビッグラウンド出ました、ビッグラウンドすごいですね、はい。まあ、先ほどのやっぱりこう1試合こう取ると波に乗りやすいんでしょうかね、これね。やっぱりね、プロですからね、はいはい、連チャンの試合っていうのは、温まってくる感じ、楽になりますよね。おだからこの取り入れで抜き勝負、はい、抜き勝負になっていくっていうのは、まあ、そこですね。
安治九須。そうですね、はい。で今3位決定戦に臨んでるのが沖縄チーム。沖縄が確定してますね、はい、確定ですよね、はい。沖縄は1回戦でね、まあ、奈良と当たっちゃいましたからね。奈良と当たったんで、まあ、もったいないですよね。後で見たいカードだったですね。そうですね。まあまあ、でもとはいえ、まあまあ、いろんなチーム、強いチームがありますね。ですね。まあ、沖縄チームはその後ルーザー回って、まあ、注目チームだった神奈川を破り、神奈川に勝ったんですね、はい。その後富山を破ってルーザー決勝の方にも進出決定してます。あ、そうですね、はい。でこの試合の勝者と3位決定戦を行う形となってます。もう3位決定戦で終わりですね。3位決定戦で終わりです、はい。まあ、ルーザー側は3位までしか行けないという形です、はい。宮崎県の副将ですね、はい。坂井俊介選手、まあ、坂井選手もパーフェクトの選手ですね。そうです、はい。予選はね、最近は安定して、まあ、抜けますね、抜けてきましたよね、はい。レーティング22、宮崎県延岡市出身ですね、はい、はい。スポーツ歴、趣味、特技、ハマってること全てなし、職業が自営業ですね、はいはい。選手はちょっと航空に負けてますね。さっきも航空でしたしね。この航空って大事なんですよ。砦では特に大事ですよね、はい。本当そうですよね。しかし坂井選手が、まあ、キープっていう形だったので、まあ、ここチャンスですね、はい。まあでも河野選手って結構人気あるんですよ、うんうん。やっぱ腕の振りなんかがすごい小気味いいじゃないですか。そうですね、豪快じゃないですか、うん。豪快って言ったら、いやでも豪快っていう言葉が結構合ってる気はします、うん。で飛びもすごいじゃないですか、はい。結構人気ある。顔はそんなに良くないですけど女の子からも人気あるんですよ多分今河野ファンからもうすでに叩かれてます女の子に人気あるってことはいい顔なんじゃないの。最近その分かんないじゃないですか、その辺のところまあある意味ちょっとね、僕ら現役は退いてる感じですからね。さあ19プッシュで、わーいいですね。もう一回プッシュですかね。ナイスセブン。まあでも本当に面白くなりましたよね。この河野にしてもそうだし、まあそうですね、高橋、昨日のね、あの決勝まで行った自徳選手、自徳選手、もうすごく楽しみですよね、今後のパーフェクトが。やっぱりで、まあまあ高橋刺激もいいですしね。でそれとイラブ君なんかもね、はい。いやいいダッするな。あーナイス、ビッグラウンドですね。さっきのゲームでも馬出してましたし、なんかもう馬が当たり前のように出ますね。そうなんですよ、うん。馬、馬ホワイトホース、ホワイトホース、いやホワイトホースってウイスキーあるの知ってます？ホワイトホース、はい。あー、ちょっと知らないです。あ、知らないですか。はい、知らないです。いや僕ね、昔からホワイトホースっていうウイスキー飲んでたんですけど、はい。で一応キリンがホワイトホースを買ったんで、はい、ちょ話持ちかけたんですよ、はい。だから協賛してくれました。はいはいはいホワイトホース、あ、そうです、あ、いいなと思って言ったら、ああそうですか、いいですよ、簡単についてくれるもんなんですね。簡単につきますよ今のはホワイトホースつながりで、あ、そうです、すみません、試合は一度前にか終わってました終わってました。
いや河野いいですね。いいですよ。さあ宮崎県後がなくなりました。砦は、デミズ高政選手ですね。彼もいいですよ。なるほど。デミズ選手はプロ、プロですね。フェニックス、レーティング21ですね、はい、宮崎県これは三股町、三股町っていうんですか。さすまたじゃないですか。さすまた、いやいや分かんないですよね。もう適当なこと言ったら怒られる、怒られますから、怒られますからね、部活、小中高でも大学まで野球やってるって結構すごいですよね。だって帽子のかぶり方がもう完全に野球ですよね。この角度が、そうですか、知らないっぽい角度です。いや、あの角度は野球ってすぐ分かるんですよ。これがね、帽子のつばがね90度に曲がってないでピタッとなったら、どっちかって言ったら、はい、ヒップホップ系です。ああ、なるほど。はいはい、でも最近大リーガーヒップホップ系の帽子のかぶり方してますよね。なりましたね。うわー、トンパチスタートですね。なんか河野もなんか止まらなくなってますね。そうですね、すごいですね、あのね、ヒップホップ系の帽子かぶってますけど、メジャーリーガーが、これ野球部系ですよ、ね、野球部系、確かに野球部系ですね。まあセブン返しましたけど、トンパチスタートですからね、はい、でもやっぱり僕たちが、はい、その露出するじゃないですか、はい、一生懸命そのことがね、徐々にね、いろんなところにね伝わってるのがね、うん、嬉しいです。そうですね、嬉しいですね、はい。まあ、見てる選手もねすごくやりがいになるでしょうからね。そうなんですよ、そこがねやっぱ露出しないと、うん、要するに誰か分かんない。ナイスおー、ベッドでオーバーしましたね。いい選手ですね、デンミズ選手。いや、いいんですよ彼もね。まああと3年ぐらいかかるかもしれないですけど、はい、まだダーツ歴浅いんで、それもいつかまた彼みたいなまた出てきますよ。出てきますよね、はい、こう今もう本当パーフェクト見てても、次から次といい選手が出てくるんで、本当将来楽しみですよね。あれあれ、ナイス、セブン、ナイン、ファイブですからね、はい、相当スタッツもいいですよ。来た、あ、上です。失礼しました。まあまあこれもね、おそらく、視聴者の楽しみの一つだと思いますんで、福永さんの予想を聞くのもですね。あ、ちょっとここで2マーク、今年になってから本当に河野も、はい、イベントでね、お客さんからの要請がね、はい、出てくるようになったんですよ。去年までもう、河野ですかみたいな感じだったんですよ、まあ、実力はねありましたけどね、あったけど、やっぱり皆さんね見てないんですよ。だからね、まあ、やっぱりそのパーフェクト開幕戦の優勝っていうのは大きかったんじゃないですか。そうですね、そうです、本当にそうです。だから選手もやっとそこで分かってくるんですよね。そこでは自分のやりがいになったり、はい、ちょっとしたら、飯食えるかもとか思ったりするんですよね。でもやっぱり如実に現れるのはやっぱまあ、メーカーからの立場でね言うと、やっぱバレルの本数ですよね。やっぱり勝ってる選手はやっぱ人気があるんでね。まあそうでしょうね。さあ、ちょっとデミズ選手の、そうですね、勢いがすごいダッチしますね。止まりかけてきたところで、まあ、デミズ選手ちょっと厳しい展開になってきましたかね。ここ15を何本入れられるか。
5マークでオーバーはせずですね、はい、これでだいぶ河野の方も楽になったんじゃないでしょうかね。はい、15クローズですね。あー、インブル、ここ手首を柔らかくこう何て言うんですか、ユーミングさせるんですよね。あいや本当に柔らかいフォームしてますよね。あ、素直な出し方してますけど、まあ自分柔らかいだけじゃダメと思うんですけど、やっぱ柔らかいのと硬いの、うーん、ね、難しいですね。この間あのナイス、はい、ナイスですね。はい、河野選手が、4人抜きですね、4連勝で、福岡チームの勝利となりました。福岡チームはこれで3位決定戦に、進出という形になりました。はい、3位決定戦は、沖縄対福岡、はい、